女性で横幅 7.75インチ、男性でだいたい8インチぐらいを軸に、デッキが細いと軽くなるので、幅が広いと足の踏み場が増えたり、この部分の反りのことをコンケーブと、引っかかる部分があるのでデッキをコントロールしやすいかなと。この部分の上がり具合ですね、キックが強い板は上方向により引っ張りやすくなるので、今日は西船橋にあるティズっていうスケボーショップに行ってくるんですけど、この前一緒にスケボーした吉弘さんがちょっと紹介をしてくれて、撮影も OK っていうことなんで、今日は行ってきます。店長の池上さんです。よろしくお願いします。今日はお願いします。お願いします。気づけバスケットボードをですね、32年かな、結構長いことやっていて、高校生を機にプロ活動を始めたんですけれども、まあ長いことやっていると徐々に体力が低下してきて、プロの前線では戦えなくなってきた頃に、スケートボードショップであったりとか、スケートボードに携わるっていう仕事を徐々に増やしていって、まあスケートボーダーとしてどうにか一生を終えれないかという部分でショップを始めたっていうのがきっかけの一つかなと。自分のこのプロ生活の中では、現役として一生を生きていくってことはちょっとできなかった部分があります。今後は僕はそれをサポートしていきながら、スケートボーダーが一生スケートボードに携わりながら生きていける形っていうのを自分を含めて表現していきたいなっていうのがありますので、入ってきたばかりとかっていうのは、マゼンタっていうスケートボードのグラフィックなんかも良くて、おしゃれですよね。エッシャーのグラフィックをこれやってるから、はい、この部分とかが飾りたくなるレベルですよね。そうですね。これもエビセンなんですね。そうです。薄黒さんの書いてる、こんなかっこいい日本語ひらがなないだろうって俺は思ってる。そうですね。我らが日本の誇る堀米雄斗、ああはい、ブラインド、はい、おお、ブラインド一緒に滑ってた友達の息子さんだったりするんで、はい、あ、そうなんですね。困って特別な思い出が。エビセンですかこれ？これエビセンで、アンカットデッキって言って、はいはい、切る前のデッキなんですけども、結構ザクザクしてるのが多いんですけど、これ割と外側がシェイプされてて本当いいですよね。ミニランプのコンテストでちょっと賞をいただきまして、エッジストリートの復刻のマット・ヘンズリーさんモデルのご本人サイン付きという、これがもうほとんど僕が初期の頃に持ってた完全に当時のものなので、はい、新品で持ってたら高いんじゃないかって、ブランドはパウエルのマットギル。これかっこいいですね。これはちょっと思い出の一本でもあるっていう。初めて、スケートボード1台コンプリートを買うっていう方は、女性で横幅 7.75 インチ、
男性で、大体8日ぐらいを軸に、考えていただければいいかなと思います。この辺は、体格にもよるところがありますので、大きい方は 8.25 インチっていうもっと幅が太いデッキだったりとか、選ぶかなと思うんですけれども、以前は女性は短いキッズデッキを乗るっていう方が多かったんですけれども、最近はミニランプというこういうですねセクションに入る方が多くなってきたので、結構、通常のスケートボードの短め細めのものを好まれる傾向にあるかなと思います。この自分についているトラックのですね幅を確認していただけたらと思います。で、なんで最初にこのデッキを選ぶときにトラックのサイズを確認するかというのは、トラックに適合するデッキサイズというのがある程度限られているからなんですね。トラックのサイズがわからないよっていう場合は、自分の今乗っているデッキの横幅を調べていただいて、そのサイズを元にプラスマイナス3ミリずつぐらいの振り幅であれば、だいたい適合サイズのデッキが見つかると思います。適合のトラックサイズと言われている、セオリーを外れてしまった板が大きくてトラックが少し幅が狭いよっていうデッキに関しては、少しですね体重をかけた時に大きくこう板が曲がりすぎてしまうというか、トラックがこう傾きすぎてしまうので、繊細なボードコントロールがしにくかったりとか、そういうような影響が出てしまうかもしれません。ただ好みによっては板が斜めに大きく切り込むことによって角度がつくので、そういったものを好きな人もいます。逆に、板に対してトラックが太い場合、これは割とこうどっしりとしたイメージになるので、安定感がある場合もありますが、少し動かしづらくなってしまったりという部分の、不都合が出る可能性があります。デッキのサイズというのは横幅、全長ですね。デッキを選ぶときにトラックに対してのデッキの幅が気にする方多いので、だいたいサイズっていうと横幅のことを指すことが多いかなと思います。だいたい3ミリずつぐらいの変化があって、 7.5 インチ、 7.625 インチ、 7.75 インチ、 7.875 インチ、 8インチ、 8.125 インチ、8.25 インチ、だいたいこれぐらいの振り幅の中でスケートボードが作られていると。幅が広いと足の踏み場が増えたりするので、安心感とか安定感があるように感じられると思います。それとデッキコントロールに必要な足の有効面積が広がると思うので、そういった部分でもコントロールしやすいのかなというのが利点かなと。次にデッキが細いと軽くなるので、フリップとかショービットとか回転系などのトリック、割とテクニカルなスケートボードがしやすい、反応速度の速いスケートボードになるんじゃないかなと思います。この反りですね、板はまっすぐではないので、この部分の反りのことをコンケーブと呼びます。コンケーブの強い板はフリップなど回転系のトリックをするときに足を斜めに振り抜くんですけれども、フラットなデッキよりは引っかかる部分があるので、デッキをコントロールしやすいかなと思います。つま先やかかとで踏ん張ることができるので、平らな板よりもより踏ん張ることができると思うので、グリップ力が上がります。ただですね、僕がそうなんですけれども、コンケーブ深い板だと足の裏にまとわりついてくるような感じがしてしまって、僕はコンケーブが弱い板が好きだったりするので、これは好みによるところが多いです。テールのこの部分の上がり具合ですね、ノズもそうなんですけれども、キックが強い板は板を蹴り込んだ時の角度が強いため、上方向により引っ張りやすくなるので、トリックの高さが期待できるのではないかなと。キックが弱い板は上がる角度が少ないので、自分の体のアクションを結構最小限に抑えることができるので、少ない力でというかクイックな動きができたりというのが特徴かなと思います。そして板を蹴った時の地面までの距離も少し近くなるので、反応速度も速くなるという形ですね。小さい板、コンケーブがキックが弱い板などはコントロールがしやすかったり、テクニカルなスケートボードに適しているかなと。大きくてコンケーブが強い、キックが強い板は、例えばトランジションであったりとかボールであったりとか、力強いハードなスケートボードシーンに対応していると思います。
ッキの長さについてはロングボードとかもそうだと思うんですけれども、長い方が高速時の安定性などはあると思うので、短い方はやっぱり車でもそうだと思うんですけれども、まあ、小回りが効くので横幅の小さい板みたく回転系テクニカルなスケートボードに寄っていくのかなというのが考えであります。デッキの長さと幅に関してはある程度比例していくものなんですけれども、中にはメーカーによって幅広いのに少し短いとか特徴があるので、そういったメーカーの傾向なども知っていくとより自分好みの板を見つけれます。デッキには各プロライダーの意見が取り込まれてはいるんですけれども、メーカー独自の木型であったり型番が存在しているので、同じメーカーの同じサイズに乗っていればシーズンが違っても同じ板に巡り合うことができます。デッキのスペックとかはすごく重要な要素ではあると思うんですけれども、まあ、それだけ考えてしまっていても本当に何がいいのかわからなくなってしまう迷子状態になっちゃうこともあるし、スケートボードいろいろなスタイルがあるので王道通りのセッティングじゃなくても自分が乗りやすいなと思えるデッキにセッティングできたらそれは間違いではないので、例えばグラフィックこれがいいからこれとか感やフィーリングで選ぶのも楽しみの一つだと思うので、あまり深く考えすぎないようにお願いします。例えば友達の板を貸してもらったりとか、ショップに直接来て店員さんのお話を聞くとか、通信販売であれば、メールとか電話でも皆さん真摯に対応していただけると思うので、そういったもの、その他、まあ、ネットなどでもいろいろ今情報ありますので、いろいろ調べながらお気に入りの一本を探していっていただければなと思います。ちなみに自分の話なんですが、スケートボード長くやってきましたが、この間、7.75 インチだと思って乗っていた板がお客さんにこれ太くないですかって言われたら、測ったら8インチっていうこともあったので、そんな状態でも普通に乗れてたりしたので、これに関してはもうトラックの幅も違ったりっていうのもあります。割と8インチ乗りやすいなってそれで気づきましたね。そういった思い込みとか勘違いとか、その他ですね、現場のテンションであったりとか、そういうのも大事な要素だと思います。ということで今回は池上さんとデッキの選べ方っていう動画を撮ったんですけど、まあ、他にもいろいろありますよね、要素は。ありますね、ウィールとかトラックとか、いろいろあるので、その動画も今後撮っていく予定です。であと池上さん、スケボーのスクールをやられてるので、ね、ちょっと遊びに行こうかなと思ってます。お、楽しみですねなんか一言とかありますか？一言はですね、スケートボードを楽しんでください、これにつきますそうですね、まあ、いろいろ深く考えずに、もう楽しんでくださいっていう感じですね、はい、で僕のこのアビラントのステッカーを10枚地図に置いていくので、ちょっとこれを先着10名の方に、まあ、お渡しします。なんか合言葉決めます？合言葉はですね、どうしようかな。ヨシさんの動画見ましたでいきましょう。あ、了解です。じゃあヨシさんの動画見ましたって言ってもらえれば、このステッカー1枚差し上げます。地図は西船橋の南口からもう歩いて5分ぐらいですよね。そうですね、はい、で定休日が木曜日、木曜日で営業時間だけ公式サイトを見てもらって、日によってちょっと変わるんですよね。そうなんですよ、スクールでちょっと出ちゃってる時があるんで、あとですね、そう1階じゃなくて3階なので結構迷っちゃう人多いです。下にある1000円カットのカット屋ジョニーさんっていうのがありまして、はい、でっかいリーゼントの看板があるんで、そこの3階だと思ってください。ということで今回の動画は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。コメント気軽にしてください。まだチャンネル登録してない人はこれを機会にぜひお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。